風の吹くまま気の向くまま何を見るかはさえの目次第。映画バクトの看板しょって歩いてみせますキネマの天地。そう、やつの名はザ・シネマ・ハスラー。時刻は間もなく10時1分になろうというところです。 TBS ラジオ第6スタジオから生放送でお送りしておりますライムスター歌丸のウィーケンドシャッフル。ここからは毎週サイコロを振って見に行く映画を決め、小さな喜びに過ぎないが大きな幸せを感じた瞬間、英語ではこう言うんだって、ポップライフ違います、ガタ無差別映画評論コーナーザ・シネマ・ハスラーの時間です。先週のサイコロで当たった映画はこちら、ワラライフ。早いね。芸人、料理人、俳優と多方面で活躍するキムニーこと木村雄一の監督第2作目。日常の中の何気ない幸せを素朴なタッチでユーモラスに描き出していく。主人公の青年を演じるのは映画 初主演となるお笑いコンビシズルの村上純さんと、その恋人役に樫井優ほか、吉川晃司、鈴木杏樹、田畑智子、高岡壮介らや、個性派が脇を固めている。あ、こんな感じの音楽でしたね。そうでした、そうでした。はいはい、ワラライフね、ワラライフ、ワラライフね、リリリね、ワラライフね、この映画をもう見たというね、リスナーの皆さんからの感想メール、いただいておりますですが、今回はですね、いいですか、メッセージの量なんですが、記録的な少なさというね、このコーナー史上でも1、2を争う少なさ先々週のソーシャルネットワーク、先週のその街の子供と、非常にねメールの量が多い、2作が続いたんですが、非常にギャップがありますよね。まあ監督や出演者の知名度である意味ね、あの日本ではこの2作以上のものがあるはずなんですけど、なんでなんでしょうか。まあそういう中でね、見ていただいて、あの感想を送っていただいて、皆さんありがとうございます。メッセージの傾向ですが、酷評ワラライフ全面的に褒めているメールは皆無、前作偽札よりは言いたいことが伝わってきたという意見がいくつか見られたくらい、あとは酷評の嵐、回想シーンの時代設定がよくわからない、内容が薄い、とにかく退屈、言葉でテーマを説明しすぎなどなど、押し付けがましいとかですね、いろんなのがあります。では代表的なとこご紹介しましょう。吉尾さん、初メールだな、ありがとうございます。今まで見てきた映画の中でも最低ランクの作品だと思いました。ワラライフね、映画のテーマをこれね、箇条書きにしていただいて、それぞれ詳しく書いていただいてるんですが、そのじゃあちょっと項目だけすごく端的に整理していただいてるのであげますね。1、映画のテーマを開始早々セリフで説明してしまった。2、映画の構成が退屈。3、回想がいつの時代の話なのかよくわからない。4、エピソードがつまらない。5、何気ない日常の取るに足らない出来事を語ってる割に強引な話し運び。6、何気ない日常の取るに足らない出来事に愛情ある視線を向けているようでいて雑な描写。7、音楽がひどい。というね、箇条書きしていただいております。もうこれでいいんじゃないかなっていうね、見事な予約していただいてるんですけど、木村監督は職業監督ではないのですから、特に映画に思い入れもなく、さほど言いたいこともないなら映画なんか撮らなければいいのに、監督と呼ばれたいだけならいくらでも呼んであげます。ね、私は今まで、やらざること山のごとしである自分を恥じることも多かったのですが、今回この映画を見て、何もしてこなかった自分を、ましてや映画なんか撮らなかった自分を、これほどまでに正しいと思ったことはありませんでした。すごいですね。これでもポジティブなメッセージを受け取ってるわけですから、これはある一種ワラライフの精神、ワラライフじゃないですか、ワラライフ。インスタント禁煙さん、女性、愛知県から聞いてます。ありがとうございます。名古屋は今日がワラライフ初日で、私が見た回は木村さんと村上さんの舞台挨拶があったので、シズルファンの女子中高生で満員でした。あ、そうですか。やっぱシズルファンってそうなんですね。映画見に行くたびに見せさせられている漫才ギャングの予告編ですが、客層のせいか、みんな芸人さんが登場するだけで、指を指して手を叩いて爆笑していました。まあ、いわゆる VATA 的なね、反応といいますか。箸が転がってもおかしい年頃なんでしょうか。新鮮な反応。ね、かわいいね。あと、隣の席が、5、6歳くらいの女の子で、これワラライフの話ね、開始20分くらいからぐずり出し、5分おきにつまんない、面白くない、帰りたい、熱いとぼやき、最後15分はセーターをまくり上げ、お腹を出してカラカラと独り言を言い続けていました。これこそワラライフと留飲を下げましたね。これはワラライフですね。ちょっとね、我々でね、ワラライフでもうコーナーいけるねっていう計画を練っているぐらいでね、これこっちがワラライフだ、ワラライフっていうね、はいはい、ということで、あ、そうですか、今日はその名古屋で、そっちは混んでたみたいですけど、僕がね見た時はね、映画の日で1000円だったんですね。なので多少混んでるかなと思って覚悟して早めに行ったんですけど、僕夕方の会で
僕入れて3人でしたよね。はい、大丈夫なんでしょうか。はい、木村雄一さん、まあ言わずと知れた、まあ人気芸人さんというかね、まあいろんな多方面で活躍されているという、でまあ前作偽札という映画を捉えて、それから監督デビュー作、シネマハスラーでは2009年度になるのかな、2009年度の、シネマハスラーランキングでいうと53本中、46位というね、はい、なんとも知れん感じのね、あれになっておりますけどね。しかしそのね、偽札とりあえずさ、そんなヒットしたって話も聞かなければ、どっか予想でね、僕以外の人は評価高いですとかってことも別に聞かないのに、なんでこんなポンポン取れるわけ？だって3作目ももう準備してるって話なんですよね。はい、どういうことなんでしょうかね。で、まあ、ちなみにその前作偽札に関してはですね、まあ、題材とかもろもろなんかお膳立てありきの作品っていうところはちょっとあったと思うんですよね。あの木村さん自身もこれをやってくださいって言われてやったというようなことをおっしゃってて、なのでまあそれのせいもあるのか、僕はやっぱりその作り手の意思みたいのがものすごく希薄な、で結果言い方は悪いけど、まあ割とどうでもいい一本っていうかね、感じになっちゃってたかなと思います。ただ一方ではその一流キャストスタッフを揃えているために、部分部分の見た目はそれなりのものっぽく見える時もあるというのがまたちょっと立ちが悪いあたりみたいなね、ふうに僕は言いました。でただね、その芸人さん、人気芸人さんがね、あの監督務められるってことは最近さらに増えてきましたけども、そのこういうさ、その偽札みたくね、無難にそれっぽく見えるというだけみたいな作品をお笑い芸人、つまり何かしら面白いことを笑かすだけじゃなくてもいいですけどね、やるっていう立場の人がこの無難にそれっぽく見えるだけみたいな作品を撮るのってどうなんだっていうのはすごく一番強く思ったところだったりしました。で、まあただその前作偽札がまあそのお膳立てありきの作品だったとするならばですよ、今回のワラライフは、木村さん自身のその実体験などが盛り込まれているということなので、その意味ではその、まあその映画作家としての木村さんというんですかね、それの進化が問われる一作ということはまあ間違いないんじゃないでしょうか。ワラライフね、ファットアライフってことでね、ファットアライフと、なんかそのね、ありふれた人生の小さな幸せでもそれが大きな喜びで、それが素晴らしいみたいなね、ことですよね。でこのメッセージ自体は別にいいですよ。そのメッセージで良くなってる作品だってそれはいっぱいありますよね。例えばそれこそその、普通の人々の普通の人生の起伏にというか、その素晴らしさとかその何かにスポットを当てるって意味では、例えばそれこそ先週のその町の子供だってね、そういうことですよね。ただ普通に若い男女が、変哲のない若い男女が普通に話すだけですよね。はい、でもすごい素晴らしい作品になってたし、あとまあそのシネマハスラーで言えばですよ、例えばまあこれドキュメンタリーでしたけど、まあアメリカンティーンなんていうのさ、普通の人の普通の人生こそやっぱ最高のドラマに満ちているとかね、本当にこれだけでも感動的なんだみたいなのが本当に納得できる素晴らしい作品でしたし、てかそもそもホームドラマってそういうものなわけだしね。はい、全般がね。でもちろんそれはポジティブな方面だけじゃなくて、例えばその普通という美名に隠れた負の側面というのを炙り出すというような、その例えばホームドラマの名作みたいいっぱいありますよね。近年だとやっぱし、例えば歩いても歩いてもなんていう、もう本当にあの普通のことしか起こってないように見えるんだけど、全てのシーンがもう身も凍るような戦慄に溢れてるとかね、グリリのことなんてのもありましたよね。はい、というのはある。あと言っちゃえばね、さっきからふざけてちょっと重ねて言っちゃいましたけど、例えばライムスターのニューアルバムのポップライフっていうコンセプトだって、まあまあ少なくとも表面的には近いことを言ってるように見えてもおかしくはない、うん、ぐらいの感じでだとは思うんですね。ただここがね、ちょっと気をつけなきゃいけないのは、そのありふれた普通の、その人生というのをね、描きますと、それを作品にね、もっと言えばエンターテインメントにするためには、もちろんそれなりのやり方を考えなきゃいけないわけですよね。だってそのありふれた普通の人生なるものっていうのは、おそらく僕らが普通に生きてるものなわけですから、そのままじゃエンターテインメント作品にはならないわけで、どうやって作品にしていくか。例えばその街の子供だったら、その普通、一見普通の会話、そして普通の歩き散歩というところから、次第にその阪神淡路大震災という巨大な背景、要は普通じゃない巨大な何か大きな物語みたいなのが浮かび上がってくるっていう作りでもあるし、だからこそ普通なんだけどすごくスリリングだし、言っちゃえばエンターテインメントたぎれてるってことですよね。そしてそれを支えるのがすごくリアルな演技で、とか演出で、それがその普通さから浮かび上がる巨大なものっていう、その、作りにやっぱすごく説得力を持たせて、それは例えばその街の子供のその、工夫してるというとかね、やり方ってことですよね。あるいはそのアメリカンティーンであればですよ、まああれはドキュメンタリーですけど、非常にもう巧みな編集と構成で、その本当にもう実在する普通の若者の一年
の中からドラマっていうのを組み立ててるわけですよね。再構成してるわけですよね。だから普通の人生こそドラマティックっていうことがすごく説得力を持ってエンターテインメントとして成立してるってことじゃないですか。あるいはまあじゃあその自分のねあれを言わせてもらうならナイムさんのポップライフだったら、例えばその人生の普通のありふれた側面とか、あるいは負の側面でさえもある種曲の中でポップにデフォルメして描くことで、そしてそれらをアルバムの曲順などもろもろでアルバムとして構成していくことで、で曲と曲の間のそのメッセージの実は伏線になってたりとか、そういうことでその僕らがそのポップライフというテーマに込めたメッセージを、テーマをそのエンターテイメントとして飲み込みやすくしているという様々な工夫を凝らしている。まあ曲ですからね。曲はそれ自体エンターテイメントになりますけど、まあそういうことであったりとかするわけですよね。とにかく、ありふれた普通の人々の人生を、作品に昇華しなきゃいけないわけですよね。とにかくね、何でもいいから。当然のことながら。では、ワラライフはどうかって言いますと、まずその、まあ、まだ見てない方にどういうね、どういう作りの作品かっていうのを改めて説明すると、主人公がいて、で、その主人公がその実家が引っ越しをすると。で、あと、それと同時に恋人、まあ結婚するからなのかな、新居を探すと。恋人と一緒に住むための新居を探している。まあ二つの一種引っ越しというのが、あるわけですね、進行している。で、その合間に、その主人公が少年時代からのいろんな出来事を、ふと思い出すと。で、終盤少しだけそのある葛藤を乗り越えるというエピソードが出てくるんですが、基本はとにかくこの二つの引っ越しの合間にふと思い出す過去のエピソードが断片的に並列的に挟み込まれていくだけなんですね。でね、このワラライフの驚くべき点はですね、今言ったその断片的っていうのが本当にただ単に断片的ということなんですよ。つまり、あるエピソードが後のエピソードへの伏線になっているとか、これとこれがこうしてるとか、っていう機能が、つまりね、そういう構成とか構造っていうのが全くないまま、本当に個々のエピソードが投げ出されるだけなんです。次から次へと。で、その中でね、主人公は、さっき言った終盤で明らかにされるあるささやかな、こう、一見、葛藤がね、あるささやかな葛藤の一見以外は、そもそもこれといった葛藤も抱えていないわけですよ。で、まあ、どういうことかっていうと、例えばその家族がいるわけですね。で、吉川晃司さん演じるお父さん。まあ、この時点でかなりちょっとトリッキーな感じなんですけど、が、なんかバカボンパパみたいな格好してるわけですよ。いきなり腹巻き巻いて。結構その時点で結構フィクショナルな感じするじゃないですか。で、なんか昭和の、じゃあ、靴職人だっていうか、昭和の頑固親父みたいなね。なんだけど、その、実はいい人だみたいな、そういう葛藤なのかなと思いきや、全然実は昭和の頑固親父でもなんでもなくて、最初から最後までずっと子供を甘やかしっぱなしっていう、だけの人なんですよ。だから、最後の方で、実はお父さんは、あなた叱った後に、なんとか、って、その知って、主人公が泣くっていう回想シーンがあるんですけど、意味がわかんないんですよね。いや、だってずっと最初から最後まで甘いじゃん、さっきからさ、っていう。何、今知って感動みたいな話になってんの？意味がわかんねえんだけど、みたいな。葛藤になってない。父との関係は葛藤になってない。お母さんとの関係も葛藤になってない。この両親すごくて、バイクを盗みました。で、怒られたんだよねって言うんだけど、バイクを盗んだことそれ自体にはそれほど怒られないっていう。それより、なんかその、なんかもうとにかく、はぁ、とんだ家族だねっていうような甘やかし。もう半端ない甘やかし親なんですよね。だから親との葛藤もないし、というような感じでね。で、主人公葛藤抱えてないわけです。で、甘津さえ、その葛藤を抱えてない主人公がですね、開幕早々、そのありふれた小さな幸せ論、つまりこの作品のおそらくは結論であろうことを、喋ってしまうんですね。で、そこで、タイトル、ワラライフって出るんですよ。なので、いいですか？葛藤もないし、おそらく結論であろうことを最初で言っちゃってるわけですよ。物語的な推進力がないっていう状態からがずーっと続くんですよ、この映画。はい。で、まあもちろん、あえてこういう作りにしてるんだって言うんだとは思うんですよ。ね。その、いわゆる物語的な盛り上がり、起承転結がない感じ。じゃあね、じゃあ、その並列された、個々のシーン、断片的なエピソードが、それぞれ面白かったり、緊張感があったりとかするのかっていうと、それこそね、滑らない話の羅列になってるのか、せめて、滑らない話の羅列が長編映画でちゃんと滑らない映画になるかっていうと、そんなことはないんだけど、少なくとも部分では滑らないのかというと、別に、本当に心底どうでもいい話がただ並列されているだけっていう。これ言ってみれば実験的な作りって言えばそうなのかもしれないけどね。この、とにかく主人公がもう脈絡もなくふっと思い出す過去の思い出。で、それ自体は特に何の盛り上がりもない。で、主人公は何の葛藤も抱えていない。つまり、ややあるんだけど、ちょっと口述しますけど、なんか納得できない感じなんですけど、
で、なので、これでね、面白くできたらそれこそ天才だよっていう構造の実験的な構造なわけですよ。で、これで面白くなったとしたらね、仮にね、想像もつかないけど名作だよ、きっとね、多分ね。今までにはちょっとありえないやり方で面白くしてるということですから。ただ、実際はどうなってるかというと、普通にやっぱりそのままつまらないっていう。はい。94分しかない映画なんですよ。この短さっていうのは、俺、偽札の時に、まあ、長すぎないのは唯一美徳だって言いましたけど、今回は長いです、94分も。ぎょっとするほど異常に退屈。大体同じね、時間の上映時間のアンストッパブルの方が、驚くべきことに実話っていう、に近いっていう、驚異的な事実っていうね。で、その点ではですね、一応お話が、少なくとも途中まではきちんと進行していた偽札は、がですね、今回のワラライフに比べると50倍ほどマシだったなっていう衝撃ですね。偽札の方がマシだったという衝撃。はい。ね、これ、共同脚本で、この、井槌紀州さんというですね、まあ、監督さん、脚本家さんですね、ラザロとかの、偽札に続いて共同脚本関わってらっしゃるんですけど、どの程度この人関わって良しとしてこうなっちゃってるのかよくわかんないですけど、まずこれで面白くはならないですよ、絶対に。で、葛藤がないってさっき言いましたけど、かろうじて、終盤、そのね、主人公が実は抱えていたあるささやかな葛藤が浮上すると。まあまあ、じゃあこれはいいでしょう。でもね、それもね、結局よくわからない理屈でなんか丸く収まっちゃうんですよね。ご覧になった方、高岡壮介があのアパートで言う理屈、理解できました？俺、何を言ってるのあんたはっていうね。もう何言ってるのかさっぱり分かんなかったんですけど。で、つまりこういうことです。あたかもそもそもそこには、それほど葛藤する必要はない。その葛藤はそれほど悩むようなものではなかった、そもそも。というような結論になってて。その理屈もよくわかんない感じでね。なんか無理くりな。なんじゃそりゃっていうね。母親ってそういうものじゃないかな。いや、そういうものじゃないと思うよ、みたいな。そういう理屈がね、出てきてもよくわかんない。はい。で、まあそういう全体の作り自体。構造がもうなんかない、構成とか構造がないっていう全体の作り自体の問題もあるし、あとはその、先ほどの指摘もありましたけど、その木村さんの実体験に基づいてるという割に、なんかその、作り込みの部分がわざとらしく浮き上がりすぎててですね、ぶっちゃけリアリティがあまり感じられないんです。むしろフィクショナルな感じが強いくなっちゃってると。で、ゆえに、これがありふれた、さ、カッコでね、ありふれた普通の人々の人生っていう風にあんま見えないんですよね。うん。例えば、これ指摘ありましたね。時代感の問題ですよね。主人公の、現在、村上、しずるさんの、村上さんの30代 ?30 歳ぐらい今年30歳とかか。で、なんか2005年って設定とかいう風に聞いてるんですけど、ですよね。ですよね、2005年。で、にしてはその少年時代の描写っていうのが、いわゆる昭和。感すぎるんですよね。少なくとも昭和40年代より前っていうか昭和40年代っぽい感じ。でも僕昭和44年生まれですけど、僕から見てもちょっと古っぽすぎねっていう、もうちょっと前の感じみたいな感じがして。で、キム兄の実年齢なら多分それでひょっとしたらいいのかもしれないけど、それを演じてるのがさっき言ったようにその今年30歳になるしずる村上さん、しかもちょっと童顔だから若く見えるし、だからなんかこう、その、本当の話に全然見えてこないんですよね。この人が回想してる話ですよっていうふうに見えない。で、なおかつお父さんが吉川晃司でお母さん鈴木杏樹。で、なおかつその現在の姿もあんまりそんなに年取ってる風味も見えなくて、まあ、少なくとも本当っぽくはないよね。この二人がね、お父さんお母さんっていうのはさ。で、とかね、時代感。細かい話をすれば途中次長課長の河本さんが隣のなんか色っぽいお姉さん。これ偽札にも出てた。まあ、キム兄さんの、まあ、お気に入りの女性ということにしておきましょう。が、そのフェアレディ Z でなんかデートに誘うという場面がありますよね。で、そこでその、RC の雨上がりの夜空にかかってるわけですよ。ってことは、ま、間違いなく80年代は過ぎてる。80年は過ぎた後の話なわけだけど、そこでのその、河本さんの透かし方っていうのは、いくらなんでも70年代的すぎるっていうか、っていう、おどけ感なのね。だからなんか、これもなんか、なんとなく車とかそういうところで交渉はしてんのかもしれないけど、なんかだなというね。で、そういう時代的記号でもいちいち入れてくるから、じゃあその、この主人公は一体いくつで現在は何年のことなんだみたいな、その本当らしさということに対するノイズが増えちゃうわけですよ。別にこういう記号入れなきゃいいのに、それこそその、なんとなく漠然とした過去という描き方だってあったろうに、なんかね、あと、それこそ、普通小学校って給食じゃねとかね。普通は。
思ったりもするけど、まあそれは別にしてもですよ。じゃあそのね、お弁当のとこもあったのかもしんないけど、なんかそのおにぎりのさ、例えばおにぎりの海苔をめぐるなんかのね、くだりがありますね。言い争いのくだり。まずここ、ギャグ演出として普通にダサいですよね。じゃんじゃんパチ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 、うん、あのね、ものすごく下手な初期森田義満、初期森田義満をものすごく下手にしたような、あの、ギャグ演出としてもなんか滑ってる。これがお笑い芸人としては一番問題なんじゃないかと思うけど、まあ、つまんないし、このいけすかないやつ、ね、クラスのなんかそのいじめ描写みたいなのも含めて、非常にこう、記号的な扱いなわけですよね。はい。あとその、他の登場人物とかにもですね、例えば、そんなことやるかみたいな行為がすごい品質するわけです。例えば、これ現在のシーンで、かしゆうさんとこう歩ってると、幼稚園児とすれ違いざまにですね、あ、ちょっと待って、その知らない幼稚園児ですよ。知らない幼稚園児のバッグの名札がずれてたからって直すんですよ。え？怖いんだけど。最高みたいな。で、そこから、要は主人公が過去のことを思い出すきっかけだって言うんだけど、そのきっかけが無理くりすぎるし、で、しかもその後の主人公はそんなに名札をよく破っちゃってた。ねえ、このクソガキって話になるかと思ったら、よく破っちゃってたのよねえ、なんつって、なんだこの家族っていう、気持ち悪っていうね。はい。なんかそういうありえない感じのあれも多いし、あとはなんか途中から弟の存在感がですね、あの、不穏なまでの勢いで薄くなっていき、しまいに本当に出なくなるとかね。なんか不思議なバランスだったりするんですね。で、まあ、とにかく、その時代感も含めてですね、全体が、その、あたかも、どこかの誰かが勝手に空想の中で作り上げた実在しない過去のように、すら見えるという感じなんですね。あの、もちろん元は、木村さんの実体験なんでしょうけど、この映画の中で出てくるとそういう風に見えちゃうわけですね。だからそのありふれた人生、小さな幸せこそが素晴らしいと、その冒頭ね、それ冒頭でも聞いたよ的なこう結論に全く説得力がないわけです、最後にね。ちなみにそのラストにバーッと流れるその主人公たちのその今後みたいなものなんか、その異常に薄っぺらな幸福感、幸せ像っていうかね。はい。で、要はね、その勝手に空想の中で作り上げた実在しない過去に見えちゃうよという、今言いましたけど、それってどういうことかっていうと、結局ね、単にこの主人公、ありふれたこういう小さな幸せがいいんやで、みたいなこと言ってるけど、単にこの主人公、人生に起こることの触れ幅が、それこそありえないほど狭く設定されてるだけじゃんっていうさ、こんな波風の立たない人生ねえよ、普通っていうさ、うん、っていうことじゃん。単にそういうなんかフィクショナルな設定になっちゃってるだけじゃんっていうさ、ありふれてねえよっていうふうに思っちゃうわけ。で、だから退屈だし、それこそ古川さんの食堂カタツムリの、見た時の目撃談のようにですね、自分の財布の中の領収書を確認する方がまだ起伏に飛んでるわ、ってね。まだドラマチックだ、この野郎。俺の領収書がまだドラマチックだよ、っていうね。っていう、その恋にその、起こることの触れ幅を狭くしてるっていうふうに見れると。で、逆に、これをね、ありふれた普通の幸せとして提示するしっていう、そのなんていうか姿勢に、逆に一種の押し付けがましさを感じるわけですよ。こういうね、こういうのが本当は縁やで、みたいな。いや、本当だったってこんなに舐め風立たずに生きらんないよ、普通はさ、っていうさ、感じがしちゃうわけですね。はい。で、そうだな、もうそう、例えばそのお金とかにも全く困ってない。靴職人、昔ながらの靴職人だって言ってるわけ。で、引っ越しますと。で、当然子供たちも全員表に出ちゃってるわけだから、これは子供たちも出ちゃったから一軒家引き払って、なんか小さいマンションでも入んのかなと思ったら、普通にもっといい一軒家住んどるやんけ。なんなんだよって。何の問題、それは何の問題もないでしょうよ、オタクはって。結構ですねっていうね。怒鳴りたくなってもあるんだね。はい。で、ちょっとね、ここで立ちが悪いのはですね、これ偽札の時もそうだったんですが、やっぱりキャストとかスタッフは力のある人が、例えば、その、俳優さんとか、まあ撮影とかなのかな、が、まあそれなりに力のある人が揃えられてるので、部分部分取り出せば、少なくともパッと見、それなりにちゃんとしてるじゃん、という風に見える瞬間もなくはないっていうね。例えば、その主演のしずるの村上さんと、かしゆうさんのカップルの、その会話とかは、まあ、プライベートなやり取り感みたいなのが、なんかまあ、なかなか自然に表現できてるなぁなんて思って、そこだけ見ると意外と、悪くないんじゃないかなって思えるんですけど、ただこれはやっぱこの二人がいいっていう、特にかしりさんがうまいってことなのかなとか思ったりしましたけど、まあ、いくらその部分が良くてもですね、トータルで伝わってくるものが結局、だからっていう
ていうことになってるんでね。これはその結局だからその偽札みたいにものすごく起伏がある話を扱っても最終的にはえだからっていう、ね、何が言いたいのみたいな感じになってたわけだから、これ一種の作家性っていうね。なので3作目が逆に楽しみになってきましたけどね。3作目見たらついに共通項としてこのなんていうの脱力っていうかこう中身がぽっかり開いた空虚な感じみたいなのが作家性として浮かび上がってくるのかもしれないですけど、はい。あとはまあそうですね、田畑智子さんとかね、高岡壮介さんとか、まあいい役者さんだし、その片鱗もちゃんとこの作品では見えるんですけど、まあこの三角コンビ、三角ね、素晴らしかったけど、三角コンビの完全に無駄遣いといった感じも否めないということですね。はい、ということでちょっといろいろ言ってきました。まあ、こういうのがやりたいんやって言われりゃ、それは止めはしませんけどもっていう感じ。ただ、なんでこんなポンポン撮れるのかね。そこが本当不思議ですね。で、まあ、観客というか、お聞きの皆さんでまだこのワラライフ見てないという方に、まあ、お伝えすることがあるとしたらですね、この作品、見るなとは言いません。また見るべきところがゼロだとも、まあ、言わないでおきます。が、今、いいですか?この、まあ、特に東京の映画館ではですね、今ちょっと、ここ最近ないほど、大変面白い、あるいは素晴らしい作品が、本当に行ききれないぐらい今かかってる状態なんですよ。今、映画館は祭りだ状態なんですよね。はい。で、それらより先に行く必要は、絶対にないと断言したいと思います。はい、絶対にないです。まあ、少なくとも優先順位は相当下の方でいいはずです。これは断言します。ね。なので、もうあれも、もう見たと。これももう見た。あれも見たし、これも見た。もうどんどん行っちゃって、もう見るもんねえなー。そういえば、キム・ニーのその映画監督としての実力をね、まあ、偽札だけで判断するのもちょっとあれだから、一応確認しとくか。レベルの人にのみ、おすすめです。ワラライフ。